東京ネクストは日本モーターボート選手会東京支部所属に所属する協定選手を応援することを目的にボートレース平和島が独自に行っている PR 企画である。かつて日本モーターボート選手会東京支部では特定選手を指名応援する PR 企画を行っていた。しかし2016年今日の自分よりも明日の自分といった形で さらなる進化を遂げてほしいということから、東京支部所属の全選手を応援する企画とした。PR 企画の一環として、以下のような取り組みがなされている。2007年5月、平和島協定場が協定の PR 企画の一環として、東京支部に所属する A 級選手11名が指名され結成。メンバーには各種イベントで着用する専用ジャージが与えられ、 また広告では、選手のバストアップ写真を多用するなど、イメージアップを目指したものとなっている。2009年5月、メンバーの一部入れ替えを行い、東京米パイレーツシーズンにとして、リニューアルを行った。入れ替えにあたっては、平和島での過去2年の成績、全国での過去2年の成績、平和島でのスタート事故回数、ファンによる投票を取り入れた。2011年、 東京サンバで展開する東京パイレーツに一新し、この東京ベイパイレーツシーズンには展開終了となった。2013年 T スプラッシュを結成。女子選手7名を含む19名の選手が選抜された。また、この企画で初めて女子選手が選出され、今回は7名が選抜された。2016年東京ネクストを発足。 現在に至る、シーズン1シーズン2、ありがとうございます。